皆さんお待ちかね、お久しぶりの隣のサイトはどんなんだろう、イエーイ。いやもう長らくちょっとお休みしてたね隣のサイトシリーズ、なんと22サイト目になります。楽しみ。ちょっと今回やばそうなサイトなんで、じゃあ早速行ってみましょう。隣のサイト22サイト目はアンドファンさんです。お願いします。よろしくお願いします。いやもう念願のアンドファンさんやっとのことで念願でした。すいません、楽しみでございます。やっとね。でもまずテント、はい、すごいですよねフリースピリッツ。フリースピリッツです、はい。これ初めて見たんですけど、ロボテック、ロボテックっていうやつで、はい、4色ですね、4色あって、へー、こいつのグレーですね。これあれですよね、めっちゃ高いやつです。クソ高いですクソ高いですクソ高いやつですね、はい。でこれはね、あの私インスタで見たんですけど、はい、飛んでったやつですよね。あの湖で琵琶湖に1回浸したやつですよね。耐水性も確認済み。確認です、バッチリです。いやでもお帰りなさいですよね。ただいまお帰りなさい、はい、いやもうテントからやばい。アンドファンさんのサイト中の方見させてもらおうと思います。お願いします、はい。はい、まずあの私気になったのがこちらのゴミ箱みたいなんですけど、はい、ゴミ箱です。ゴミ箱、はい、エヴァソロさんっていうところのゴミ箱で、一応こう開いてこうやってもいけるし、こうしたままでもこういけるし、自立してあ、そうですね、自立して、はい、でこれ、まあ、薄く畳めるんで、うんうん、まあ、この積載とかの最初に詰めていけるっていうんで、めっちゃいいこれ。で一応こういう、あ、これしてるようやでみたいなやつもついてて、はい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 、っていうんで、あ、敏感、敏感で、敏感、燃えるゴミみたいな。もともとね、モビボックスを使ってたんですけど、はいはいはい、でもなんかどうしても色味的にちょっとサイトの感じで言ったらグレーとかの方がいいなっていうんで、こいつちょっと今回導入。これは何で見つけたんですか？これはね、はい、ライフスタイルショップみたいなところで、はい、まあ、そういういろんなセレクトショップがあるんですけど、はい、まあ、そこで、まあ、売ってる感じの、だから多分キャンプギアではないと思うんですよ。多分家用とかの、多分でも持ち運びとかも簡単にできるんで、あ、いや全然アウトドアでも、うん、めっちゃいいですね。これ持ってってそのままゴミ箱に捨ててるとか、そういうのもできるんで、あ、めっちゃいい、これめっちゃいい、これは便利かな。ねえ、エヴァソロさんのゴミ箱でした。はい。はい、次はこのタープトゥータープのランタンスピーカー。はい。これ私発売当初ぐらいのあの受注生産の時に、そうです、ね、気になってて、うん、値段見て諦めたやつなんですよ。そしたら持ってたっていう。そう、高い、もともと多分このスピーカー自体が高くて、はいはい、でこのホヤが、うん、タープとタープさんで作るから、その多分周期的になんか毎回、何ヶ月かに1回、はい、あの多分これ受注生産やってるんですよね。多分数量限られてると思うんですけど、値段は多分普通にこの透明のホヤのバージョンもあるんですけど、値段ほとんど多分変わんなかったと思います。へえー、
びっくりするぐらい。ただ音質がでもやっぱすごい良くて、はいはいはい、でこれとあの、うん、バルミューダのスピーカー持ってるんですけど、やっぱりこちらの方がすごい重低音聞いてて、はい、いいですね。音質はすごい。音がいい。音がいいですね。しかもこのターボとターボのこの模様かわいいよな、うんうん。これはでも結構気に入ってます、僕も。ね、これいいですよね。うん、めっちゃいい。かわいいし、音いいし。うん、っていう。はい。そう。ね、はい。そう。じゃあもう続いて これいこうかな。で、こちらのシェードね、私、あのインスタで見て知ってんけど、これもなかなか手に入らないと思うんですけど、ね、そうですね、これも抽選やったと思います、ね、で、うん、ティノティさんっていうやつで、うん、で多分僕が買った時は多分ね、うん、ベニボタルっていう名前やったんですけども、はい、今多分ねバロシェードっていう名前に変わってるんですね。で、多分初期の時に購入させてもらったんですけど、うん、おそらくですけど、はい、ルイス・ポールセンっていう、うん、あのそういう電球 のシェードがあるんですね、その家庭、はい、インテリアの、うん、多分それを多分あのなんていうか参考にして作られてるみたいな感じの、多分その有名な多分ねあるんですよ、そういう電球のやつで、それを多分参考にして作られてるんかな。だからすごく光つけた時に、はい、ここで今ちょっと分かりづらいピンクに、はい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 、すごい絶妙な色味が。確かね、このデザイナー作った方の奥さんがすごい目が悪いらしくて、はい、でその奥さん そのキャンプ行った時に奥さんの目にあの優しい光を当てるにはどうしたらいいかって考えついたのがこれらしいんですよ、っていうなんかそういうストーリーがあって、ああ俺もやっぱちょっと妻にそういうのせなあかんのかなって思って買いました。え、値段変わるの？そういう気持ちを忘れないために買った、はい、目に優しいっていう、目に優しい、はい、目に優しいのを妻に見せたくて、見せたくて買ったんですよね、致し方なく、致し方ない思いやりがすごい。え、待って待って、私と出会う前からあったよ。そういうエピソードが詰まったシェード、素敵やね、はい、素敵やん、素敵やん。すいません。はい、はい、お次はあの有名なシェードボタンです、はい、これね、ピンク色のやつ私持ってる人初めて見たんですけど、ピンクって結構レアちゃうんですか？多分ね、うん、でもすごい人気って聞いてます。ですよね。で、うん、で、まあ、ストーンとこの桜、え、桃、え、桜やな、桜、桜が、あの、人気らしくて、はいはいはい、で、やっぱこれがすごい人気とは聞いてて、だからないらしいんですよね、なんか、うん、あ、まあ、これは、あの、やっぱり奥様のためにピンク選んだんですよね。もう、もちろんです、はい。これは、私はこれがいいって言って、あ、いや、ほんまなんや、今回は、今回はフィクションです。いや、でもめっちゃ可愛い。これだから僕的にですけど、光ってない時の方が可愛いんですよ。あ、そうなんですね、うん、今の時間の方が綺麗で、なんか写真撮ってても光が、光量が強すぎて、あ、なんかその、なんか桃に見えるような桃あ、形も桃やもんね。いや、よく見たら、あの白いまだらな感じも混ざってて、すごい綺麗ですね。ストーンの多分ピンクバージョンみたいな感じになるんですかね。最初そのストーンがあって、うんうんうん、で今はなんかストーンも欲しいですもんね。あ、はい、ストーン可愛くて、うん、これの白バージョン、白バージョンがあって、それも可愛いなっていう。可愛いですね。確かに、はい、サイトに合うみたいな、ね、ね、ポイントでちょっといいのかなって。はい、これもあのベルクロートさんやから抽選販売でしか見たことないけど。ただバトロックさんに多分今在庫で1個あったと思います。多分今マジか。だからみんな帰りに寄ってもらったらいいかな。いいかな。すごい、やっぱりボタンは可愛いな、丸くて、うん、っていうボタンでした。はい、あとこれちょっとめっちゃ気になったんですけど、真っ白のシェードですよね。シェードですね、あのクラシーメイドさんっていうところの
制度でドームルークドームルークっていうのかな、はい、で、ドームルックかな、多分どちらかとその点、はい、で、もともと多分ね、シルバーが最初に売られて、はいはい、で、うん、で、その後にクーパーっていう銅のやつが出たんですよね、はい、で、これが、それこそ先週の日曜日に発売されたばっかり、はい、で、もともとの白キャンプのカズシュさん、カズシュさんっていう方が多分オーダーで作られてたやつで限定で、作られてるらしいんですね、はいはい、で今日も撮影あるから送ってって言って無理やり3つ送っていただいたんですけど、はいはい、いやめっちゃ可愛い、3つ並んどったらめっちゃ可愛くない？可愛い、で光をこう下に落とせるんで、うん、そのテーブルの料理とかを撮るときにすごい撮りやすいというか映えやすい。あ、なるほど。で、まあ、光拡散しないで下にドーンと閉めるんで、へー、はい、これはすごい、シェードでも、もうこれ以外全部売りました。売ったんや。もともとそのソルオルとか最初欲しくて、一回だけほんまに当たらなさすぎて、うんうん、ブレネで買ったんですけど、うん、でもこれ入れてから、いっかみたいな感じになってもうその満足感がね、満足感すごいあるもんね。売った、もう売った、買った金額で売れたんで、うん、あ、もうそのお金で買って、もこれでもグルキャンとかしても評判いいですね、うん、やっぱり光当たってすごい、うん、そうですよね、下にバッと、うん、そうですね、ね、照らしてくれるって結構珍しいような、ウォールゼロのシェードで、そうです ね、で、これね、タープの時めちゃくちゃいいんですよ。あー、だから多分ママさんとパパさん、ハンキングチェーン、アドマが使ってるじゃないですか、はいはい、あれにこれめちゃくちゃ吊るせれるんですよ、綺麗に、はい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 、めっちゃ良さそう。そうで、それをやったらテーブル、ドーンって光行くんで、うん、これは多分おすすめですね。めっちゃいい、めっちゃいい、いいな想像できたわ今、うん、黒とか出てくれたら、黒あります、あるんですか、黒あります、今黒あります、黒めっちゃ良くない、検索しようか黒は多分ね、今多分在庫消えてるんちゃうかなと思うんですけど、で多分、うん、ここのオーナーさんで旦那さんもなんかその普通のサラリーマンとか気軽に買えるようにみたいな感じのことで作ってはるメーカーで極力値段落としてっていう、あ、めっちゃいい、素晴らしい、やってるんで、すごい、僕はこれほんまにおすすめです、この、いや、これはいいよな、シンプルやし、うん、でも、なんか陶器のようなこの風合いというか、そうですよ ね、でもアルミなんですよね、これ、ね、落としても割れない、落としても割れない、で、箱もあるんで、それに入れといたらちゃんとスタッキングができるんで、へぇ、ぜひクラッシュメイドさん、はい、買いますこれ買います、わ、ありがとうございます、はい、こんな感じで、じゃあ次はね、ちょっと土鍋が気になって、真っ黒の土鍋、はい、すごい珍しくない、真っ黒の土鍋って、そうそう、で、まあ、シガラキ焼きの、はい、土鍋、うん、でなおかつ、もう米炊く専用なんで、これはもう僕の中で専用の土鍋で、穴がない、穴がなくて、で、このなんですかね、まんこ焼きとかはこう高いんですよね、こう、あー、はいはいはい、高いんですけど、うんうん、これは横に、横に平べったい、ね、はい、横に平べったい方が米は美味しいらしいんですよね、均一に手に触る、草が触るから、はいはい、っていうのをもう探しに探してで、ようやくその、まあ、いろんな九州の陶器市とかいろんなとこ見に行って、で、もう最後アトリエも行かなあかんのかなとかいうのをか、うん、やってたら、うん、渋谷のど真ん中に売ってました、これ普通に渋谷で、渋谷で見つかりました、へえ、信楽焼きが渋谷で、もう僕のほんま全部を叶えてくれてる土鍋が、土鍋ですね、探し続けてやっと渋谷で見つかったっていうようやくこれやと思って、九州まで行ったのに、行ったのにこれ渋谷ど真ん中かよと思って、本州のど真ん中に、すごいかっこいい、で、すごいこのなんつうかね、まあ、インスタで言えば映えやすいですかね、はいはいはい、で、このもうほんまに穴がないんで、はい、開けた時に煙がドーンと上がるんですよ、だから写真とか撮る時も、うん、すごい、あ、めっ
ちゃ良さそう。でなおかつ煙取る時って後ろ暗ければ暗いほどいいんですよね。あ、はい、だからこれ黒なんで、うん、こう開けた時にこっち暗いじゃないですか。だからこっちから取ったら煙がめちゃくちゃ煙映るんですよ。すげえ。もう全部叶えてくれる。土鍋。あ、裏側も真っ黒。真っ黒。全部真っ黒。真っ黒。あ、ほんまや、真っ黒や。なんでこう開けた時にこう、あ、わーっと。わーっと。湯気が白いからね。で、バック背景が黒なんで、すごい湯気が目立つっていう。さすが、映え重視の。映え重視の。いや、これはかっこいい。今度は結構。うん、これはいいなぁ。はい、じゃあ次ね、私、初めて見たんですけど、このテーブル。はい。ね、メーカー自体は、はい、ザ・コア・オブ・シングスっていう、はい、メーカーです。で、うん、大阪にあのリムっていうめちゃくちゃ有名な美容室あるんですね、はい、そこに行ってる、経営陣かな、経営陣、はい、CCC っていう役職の方が始めたブランドで、そのリムっていうのも、うん、レス・イズ・モアっていうの頭文字取ってるんですよ、はい、でリムなんですよ。でレス・イズ・モアっていうのがより少ないしか美しいっていう、まあ、なんかそういう建築用語なんですよね、はいはい、その用語のところで、うん、で、ザ・コア・オブ・シングスっていうのは、革新をつくっていう意味合いなんですよ。だからその流れで来てて、なんかその、より少ない方が、あの、まあその、造形美としてはいいよっていう流れで作ったっていう。はいはいはい、はい。その、で、多分その、デザイナーさん多分僕と同い年の方やったんですよね、話したら。へ、はい、で、もう試行錯誤しまくってテーブル。へ、ようやく完成させたっていうテーブル。で、はい、で、あの、ここに穴がいっぱいあるんですけど、はい、まあ、こういう、あの、まあ、ビーカーとかをこう、ここに植物させたりできるらしいんですけど、おー、なるほど。とかを、これをどこにでもさせるんですよ。あー、で、これとかもどこにでもさせます。あ、自分の好きなとこに。立てれるんですよ。で、これとかもそうですね。あ、ほんまや。で、これをどこにさせてもいけるっていう、うんうん、まあ、無限の可能性を秘めてますよっていう。ところで、まあ、かっこいいなって見たときに、これはやばいなと思って、なるほど、すぐ欲しいって言ったら、すみません、あの、もう少し待ってくださいって言われて、ようやく年末に届いて、で、ここにあの、まあ、バーナーサポートついて、はいはい、でちょっとね、今日持ってこれなかったんですけど、もうすぐ発売するんですけど、はい、ここにその輻射熱を防ぐためのプレートとかも、あるのと、あとこのテーブルの下に荷物を置けるやつも拡張予定らしいんですね。はいはい、うん、で、多分それやったら荷物とかを全部中に入れれるから、はい、テーブルがすごい綺麗にいけますよっていう。あ、なるほど。もう見た目とかももう完全好みで、もうすぐ欲しいって言ったんですけど。いや、これはいいな。これも刺さってるって分からへんかった。刺さってるんですよ。これ後ろの、ね、ネジで、ネジ止めてて、これとかそうなんですけど、ネジがあるんで。ほんまや。ネジこう取ったら。ここでも、じゃあ。これここで、ここに刺そうと思ったら、ここにも。いや。刺せるんで。すごい。こんな感じで刺せたり。なるほど。するのと、うんうん、で、まあ、これとか、これね、こいつ溶けて、うん、この上にスパイス乗せるんですね。あ、う、あ、ん。で、ここに刺しといたら、シャシャッとできるっていう、まあ、使い方がめちゃくちゃいっぱいあって、うん、で、なんかまあすごい拡張性の高い。で、今度これやったら3個でも4個でも繋がっていく。繋がっていきます。すごいな。で、あの、まあ、今そのなんかテーブルで HXO っていう有名なテーブルあるんですけど、はいはい、まあ、それにでも全然対抗できるなっていう。あれ、あっちは台湾製なんですけど、こっち国産なんで。ああ、なるほど。いや、かっこいいなと思って、これ。いやー、すごいなぁ。めっちゃ考えられてる。シンプルやのに。そうなんですよ。ねえ、いろんな可能性秘めてる。ねえ。で、ここからどんどん作っていくって言ってはったんで。いろいろ。これをね、多分半分ぐらいのサイズのサイドテーブル。あ、はいはいはい。今作ってて、うん、で、これその間にこれまた挟めるっていう、だからソロでも全然いけますよっていう。だからここに刺さるまで何でも作れるんですよね、言ったら。だからすっごい、なんかもう無限の可能性があるんで。そうですよね。はい。
いや、これもじゃあ言うたらスパイス置いたり、スパイス置いたりとか、ね、スパイス置いたりだから、そのデザイナーさんはあのランタンを置いてほしいっていうことは、ランタンの相性がいいんで、あ、確かにって言ってはりました。うーん、すごいいいなっていう。このテーブルめっちゃかっこいいわ。これ本当にすごい、うん、ね、うん、うわ、なるほど、さすがデザイナーさんはちゃうわ。もうセンスですよね、センスがすごい、すごいですね、うん、思います。これはいい、これはいいテーブルですわ。はい、じゃあ次、めっちゃ気に、こう流れで気になったこの黒い物体、なんで、何や思います、はい、これクーラーボックスって初めて見てんけど、これは海外の、多分、はい、ベルリンやドイツ、ベルリン、ドイツだったと思います、確か。で、キュールっていうところのメーカーで、はい、多分キュールボックスっていう名称です、これが。で、確か42リッターですね。で、性能が、あのシマノのバシランドの一番高いやつと同性能、真空6面、はい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 、真空断熱の6面、はい、で、一緒。で、値段がそのバシランドの半分ぐらいで買えるっていう。すごい、めっちゃでかいよ、これ。でもなんか、かわいいよな。かわいいね。で、7キロなんで、うんうん、めちゃくちゃ軽い、軽い、抜いた時に、うんうん、だから帰りはめちゃくちゃ軽く持って帰れる。で、あー、なるほど、はい、で、パンパン入れても、多分ギリギリ持てる。多分イエティとか、イエティ自体もともと重たいんで、うんうん、それ考えたら多分それより軽いと思います。でかさ考えたらね。でかさ考えたら、うん、でなおかつこの上でまな、あの調理もできる。そうですよね、めっちゃ丈夫やし、できるんで、ね、まあ、なかなか便利かなっていう。多分ね、それ専用のね、あのカッティングボードも出てますね。ここにはめれる、はいはい、オプション、くぼみに、くぼみにはめれるオプションであって、はい、でなおかつ、この中に、入れるあの保冷剤、はいはい、保冷剤があって、なんか何種類かあるんですけど、うん、11月ぐらいにこのクーラーボックスを下ろすの忘れてて、うん、で1週間ぐらい置いてたんですよね、これ、はい、で、その時氷買ってて、氷溶けてなかった、全く溶けてなかったんですよ、水もなかった。すげえ、すげえと思って、でも保ててるんや、その状態を、はい、すっごで、まあ、楽天とかにもこれ売ってるんですよ、売ってるんですけど、はい、で、多分 UPIっていう会社が日本で多分唯一の代理店やったはずです、確か。今も多分そうやと思うんですけど、10% オフで買えます。で、多分イエティの46のやつよりも多分安いはず。だから絶対僕こっちの方がいいなっていうんで、めっちゃいい。イエティすぐ売りましたもん。これ見つけた瞬間に42リットルあるんで、で、ちょうど。あのなんか中がこう、イエティこう斜めになってるじゃん、はいはい、これまっすぐなってるんですよ、もう完全まっすぐだから、綺麗にデッドスペースがなしなしで入れる。めっちゃいい。クーラーボックスで俺初めて可愛いって思ったの。ほんまやな、これはめちゃくちゃ、これはいいで、これ欲しいな、これ欲しい、夏に向けてちょっと。なおかつこれね、耐荷重が150キロなんですよ。 150?150、だから椅子としても、あ、ですか。だからホームページ見たら椅子に座ってやってる姿もあります、うんうん、椅子にも使えるし、うんうん、なん結構なんすか、その色々使えるっていう。へえ、いいなぁ、これ私乗っても大丈夫やわ。じゃあギリやな。嘘や。ギリギリセーフや。ギリセーフ。もうほんまこれおすすめです。うわ、これいいわ、ちゃんと取っ手もついてるし、かわいい。あの、ただね、正方形なので、はい、あの積載がすごい難しい。なるほど。ですね。で、これの多分ね、30リッターか多分36リッターのサイズの、このこんぐらいの長方形のやつがあるんですけど、うん、あれは多分すっごい積みやすいと思うんですよ。へぇー。あ、もうワンサイズ小さいのが、小さいのがありますね。はい。で、僕はでももうお酒飲むんで、もうこれがなかったら絶対あかんので、これで。でかいやつ。はい。だからこれ最初にこいつ積むんですよね。どこに積むかっていうんで。はい、はいはいはい。積んで、で、コンテナ積んでとかってやるんですけど、そこだけですね。そこさえクリアできたら。なるほど。全然。結構ずしっとあるからね。そうですね。積載だけが。積載だけが。そうですね。それ以外はもう多分完璧ちゃうかなと思う。完璧ですね。アンドファンさんはキャンプ歴何年ぐらいですか、はい、キャンプ歴が、はい、多分3年ぐらい、今年の4月で3年だったかな、はい、
もう初めからもうこんなこだわってた。いや、初めはですね、知らなくて、はい、で、行けば行くほど、うん、なんかその、キャンプってめっちゃあんねやなってなって、はいはい、で、ここ1年半ぐらいですね、ちょうど1年半ぐらいで、うん、自分のやりたい方向性が定まってきて、で、今まで使ってたやつを全部売って、新しく入れていって、今ようやく形になってきたかなっていう感じですね。はい。いやもう形なりすぎてるでしょこれ。いや、そんなことないですよ。一個一個のこだわりがすごくて、すごいなと思って。読んでましたちょっと。こだわってね、そうそう、探し続けるのがすごいなと思って。根気がね、ちょっと多分。やっぱ自分のこの描いてるものを見つけるって難しいじゃないですか。結構。そうっすね。だから、うん、結局なんかね、あのよく言われるんですけど、遠回りするやったらもう最初に買えばみたいな結論。いい。そうそう。だから絶対にそこに最後行くんやったら、うん、その間の、まあ、テーブルにしてもチェアにしてもそうなんですけど、うん、もう最初にも無理して買っといて、うん、でこれをあの。この金を稼ぐみたいな感じだと、もう芸人みたいですね。そうあのいい部屋借りて、いい部屋借りてみたいな、そんな感じの。そこに合わせていくみたいな。最後でも絶対に僕の性格上絶対行きたくなるんですよ。なんかその欲しいと思ったやつに。絶対手に入れるみたいな。手に入れるっていう。でそれやったら間に買うお金もったいないんで、もう待って買う。それは思いますわめっちゃ。はい。でもずっと使ってるんで、あの。結構これとかも結構ずっと使ってるし、いろいろ多分ね、物持ちがすごいいいんで、綺麗に使ってはりますもんね、全部。そうですね、一応ね、ずっと拭いてくれるんですよね、綺麗に。で、僕はやっちらかすだけなんですけど、もうずっとね、二人でこう、拭き物みたいな、全部レイアウトみたいな感じでずっとやってて、はい、ね、すごいですね、こだわりの詰まったサイトでした。ありがとうございます。アンドファンさんでした。やっぱギアに現れる人柄とか、こだわりとか、ストーリーがもうすごいなって。はい、こだわりの詰まったサイトを紹介していただきました。アンドファンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。そんなりのサイトはどんなだろう。22サイト目でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。